スでさ、なんか、うん、あ、いいです、それ、よける。 髪汚くなる。ならじゃこれすわ。それ使ってたいかも。え、待って、バグった、バグった。バグな、バグな。誰かにもらったやつ。え、ほんまにあげたな。絶対消えへん。こんばんは。ちょっとバグってる。あ、いけた。こんばんは。アイシャドウかわいい、嬉しい。ないっけな、どこだっけ。キャンメイク、今日はアイシャドウキャンメイクのやつです。で、目の下のキラキラがダイソーのダイソーのやつと、で、なんかグリッターはメイクさんに借りた。今日ちょっといつもよりキラ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 にしたんですよ。ちょっともう配信じゃ分かりにくいな。グリッターはメイクさんに借りた。今日は自分でやったな、メイク。今日は自分でやった。いつもメイクさんにやってもらうんですけど、今日は自分でやったんですけど、普通にね、もういいアイシャドウを持っていないので、キャンメイク。リップは今はあれですね、 B アイドルのあのムッチリップのプラムピンク。眠たい、めっちゃ眠たい。お、はい、コメント欄がバグった。もうやばい。そんなバグる？動かんのやけど。動いた動いた。あ、壁に貼ってた紙取れてる。ビスのポストカードゲットした、ありがとうございます。そう、ビスさん12月号にね載せていただいてて、蔦屋の恵比寿橋店さんで買っていただくと、あの特典のポストカードがついてくるので、皆さんぜひお願いします。皆さんのおかげのやつです、ありがとうございます。黄色に合います、だって嬉しい、ありがとうございます。これキュンマートのやつです。あれ、こっちやっけ、あった、キュンマートのやつ。そう、ウィルビーは出ないんですよ。ウィルビー以外は出れる日は出るけど、なんかウィルビーは問答無用で、稽古期間中は一回も出ないらしいです。
だって誕生日なん。おめでとう、まきちゃん。19歳か。ね、YNN さん、キュンマートのご褒美企画をやるんですけど、いやー、やっとですよ。やっと、なくなったんちゃうかと思うぐらいな、やってませんでしたけど、やっとですけど、何をさせられるのか、ちょっと怖いな。何をするでしょうね。何させられんのやろ。絶対忘れかけてましたよね、YNN さんも。何をするんやろ。でも怖いな、何すんやろな。楽しいことがいいですよね、やっぱり。なんやろ、キュンマート。でも内容どうこうは置いといて、キュンマートのメンバーでその仕事できるのがめっちゃ嬉しいです。キュンマートのメンバーでなんかするっていうのがめっちゃ嬉しい。キュンマート大好きなんですよ。キュンマートで何かできるのが純粋に嬉しいです。それが楽しみ。12日はやっと恋ラブ公演にも出れるし、あの、どなった、体張るけんは嫌やん、いか運動できひん。えっ、でもあれですよね、なんか夜じゃなかったですか、結構時間発表されてた時8時半みたい、夜の8時半からみたいな感じじゃなかった。何すんやろ、あんな時間から。何すんやろな。嫌やな、怖い系は嫌やな、怖いのは嫌っす。何すんのやろ。ゆり劇場、まさかの、なんで。そう、生放送、生配信やっけ、多分生配信やった気がします、8時半から。なんやろな、気になるわ。まあまあまあ、楽しみにしときましょう。それは楽しみにしときましょう。今日はレオパージュさんでした。アイラインのコツ、アイライン、でもアイカもアイライン苦手なんよな。うまいこと引かれへんけど、なんかアイカはアイライン長めが好きなんですよ。なんか目にインパクトがないから、すっぴんのだから、なんかこことかも締め色結構しっかり入れるし、まぶたの二重幅に締め色はっきり入れるし、でアイラインも目尻長めに引いてます。マツエクしてないよ、ビューラーとマスカラ。
今日はリョーパージさんでした。久しぶり、大阪魂マジで久しぶり。久しぶりだった。10月31日のフロンティアさん以来で、11月が1回も大阪魂出てなくて、でレオパージュさんは2ヶ月ぶりぐらいですかね。めっちゃ久しぶりの、楽しい大阪魂、めっちゃ楽しい。しかもルビー好きなんですよ、めっちゃ楽しくて。ん？うん、まだやってる。しおみのフォローもしててすごいなってなった。あ、メンバーさんがですか。アイカなんかした記憶は、アイカはなんかした記憶ないな。ルビー楽しくてめっちゃ好きなんですよ。ディアエヴァンハンセン見に行きたい。行ってほしい、見てほしい。私があのめっちゃ今おすすめしてるし、おすすめ今やってる映画でめっちゃおすすめしたいやつなんですけど、これほんまにめっちゃ楽しい、めっちゃ楽しい、でもめっちゃ感動しました。今やってる映画で、ツイッターにも私書いたんですけど、ミュージカル映画なんですよ。ほんまに感動するからぜひ見ていただきたい。一緒に行った子はほんまに開始30分ぐらいから最後までずっと泣いてた。もうなんかもうハンカチ、もう30分ぐらいでハンカチ取り出してって感じで、もうずっと泣いてて、なんかもうめっちゃ泣いたら止まらんな、なりました。ほんまに見てほしい。恋愛系じゃない、あ、恋愛要素もあるけど、でもほんまにめっちゃ感動した。いいお話でした。なんかミュージカル映画の好きなところが、好きなところっていうか、歌が劇中に、映画中に歌とかもあるじゃないですか。でそういう歌がめっちゃ好きなんですよ。女子多め映画ですか、男の子が主人公です。そういうミュージカルの曲とかがめっちゃ好きで、でそう劇中のそういうミュージカルの音楽とかが流れてくるのがすごい好き。はぁーってなる、めっちゃ。グレイテストショーマンとかの音楽チームさんと同じらしくて、ぜひ見てください。もうほんまにいい映画。おすすめの映画なんやろう。ある？12人の死にたい子供たち。妹おすすめは12人の死にたい。あ、アイカのおすすめかなって思って。あ、おすすめ、おすすめ、おすすめ。私はそんな好きじゃない。あ、人魚の眠り。あ、見てないか。マジで見
しい。小説も読んでほしい。あ、なんかあるよな、その辺に小説。あるあるある。小6の時に買った。な、あるよな。12人の死にたい子供たちも好きやし、日本の映画やったら12人の死にたい子供たちとかシグナル100とか、彩香さんが、山本彩香さんが出てはったやつ、あれ原作も読んでたんですよ、シグナル100とか。あと何見た、アイカって。鬼滅、鬼滅はアニメ映画や。アニメと漫画と映画と。シグナル100はちょっとどころじゃない、だいぶグロい。あれほんまに、ほんまにグロい、マジでグロかった。あと何見たっけな、あ、学校グラスとか、神様の言う通りとか、なんかグロいのばっかやねんけど、人狼ゲームとか。何見に行ったっけ。あ、この間あれ見に行きました、マスカレードナイト。マスカレードナイト、マスカレードホテルも前見た。この間マスカレードナイト見に行った。人狼ゲーム全部見た、一緒や。めっちゃ面白いですよね、あれ。いつか出たいんですよ、人狼ゲームの映画。あと何やろな。何見に行ってんのやろ、アイカって。何見てんのやろ。何やろな。もっと見てんのいっぱいあるはずやねん。出てけへん、簡単に。パッと出てこへん。他にも多分めっちゃある、おすすめの映画。貞子とかの日本のホラーは無理な人。ああいう、あんな、ああいう感じのホラーは無理なんです。グロい系は苦手やけど大丈夫なんですよ、好きなんですよ。意味わからんけど。日本系のほんまに、ほんまに怖い。心霊系は無理、怖すぎ、怖い。こないだアンジュと映画を見に行ったんですけど、予告でホラー映画の、その心霊系のホラーの予告がいきなり流れてきて、二人でマジでやめてほしいって言ってた。いや、おすすめしたいよ、うん、大人の事情ってやつ。ちょっとね、ヒンフンフンとかはね、ちょっと大人の事情で、ちょっとね、あまり言えないですけど、好きな映画多いですよ、ヒンフンフンも。なんかさ、コメント欄で、なんかさ、心霊系無理って言ったらコメント欄でさ、なんか後ろにいるのに大丈夫なのとか、横の人誰とか言ってんねんけど。いねえわ、やめろ。気づいただけ、何も変わらないよ。
ーストラブや。ファーストラブもおすすめです。見に行きました。あれもおすすめやな。ファーストラブももう見れると思う。なんっけな、なんかそのあのプライムとかでもうファーストラブも見れる、見れます。 P 以外にもう一人女の人の声がする。それ多分妹やわ。普通に心霊でもなんでもなく妹やわ。アイシャドウピンク、アイシャドウピンクです。基本ピンク、青みピンクが一番似合うんです。うわ、スマホ落としただけなのに見てないねんな。愛か、映画は映画館派。映画館で見るのが一番好き。でも家でも見ますね。結構家で見るときに部屋暗くして、なんか飲み物とかお菓子とか準備して、自分の部屋暗くしてタブレットで映画を見るのが好きな。ようやったような2人で。やった。アニメもやる。アニメもやるな。プロジェクターないんすよ。アマプラでおすすめ。でも今さっき言ったやつ全部おすすめ。多分ほとんど見れるんじゃないですか、今さっき言ったやつは。実写化されたアニメ見る人ですか。見た、でも見たいですね。好きなやつは基本見ます。待って、なんかシオンおんねんけど。シオンおんねんけど、これシオン、シオン、え、シオン本物、シオンおんねんけど。この間もおったな。なんかアイクがナホさんとショールームしてる時にもおったな。なんかほんまやん、シオン初日お疲れ。さっきショールーム終わったから来たのでは。そういうこと。終わったから来たん。本物？おもろ。星投げました。星投げました。なんでやねん、ありがとう。え、初見マークついてないねんけど。ツイッター飛んだら本物でした。めっちゃおもろいやん。シオン、早お風呂入って洗濯しな、しなさいやって。早お風呂入って洗濯しなさい。めっちゃ定型文のやつ送ってくるやん。すいません、顔が可愛すぎて今おすすめされた映画全部忘れました。アイカも何言ったか覚えてない。まあまあまあ、誰か誰か書いといて。なんか、わかりました。おやすみなさい。おやすみ。ゆっくり寝るんだよ。お疲れ、疲れたやろからな。疲れるしな、初日は。お疲れ、ゆっくりゆっくり寝や。甘いもん食べたくなった。甘いもん食べてから寝や。初日は緊張する。おるやんけ、まだまだおるかな。だいぶおるやん。めっちゃめっちゃコメント送ってくんねんけど。めっちゃ送ってくる。うわー、すごい、ななほさんの気持ちが分かった。今日さ、努力のしずくのさ途中でさ、ここつってやばい痛いって思いながらやってね、戻っとったらなったけど。
急にコツって。しかもなんかの曲でさ、足滑ってこけるかもった。ドントやドント、ドントルックバックで足滑ってさ、こけるかと思った。危ない。もう全然大丈夫ですよ。でもほんまにマジでなまってるはあると思う。ほんまになんか昨日全部通したんですよ、大阪魂をリハーサルしてて。で昨日一回通しただけで全身筋肉痛になって、でほんまに体めっちゃなまってるなって思った。うわやばいな、戻していかなあかん。体力も落ちてる絶対。ちょっと戻していかないとダメですね。そろそろ。そう、12日恋ラブ昼夜なんですよ。めっちゃ楽しみやんけど大丈夫かなっていうのもある。だからそれまでにちょっとでも戻しておきます。頑張る。な、体力ってつけんのはさ時間かかるのに、落ちんの一瞬よな。そうそう、結構今までは結構公演出てたんですよ。大阪魂とかも結構出てたから、なんか1週間に何回か公演出てたから体力とかも結構大丈夫だったんですけど、でも今あんだけ出てたのがいきなり1個も出えへんくなってるから、ほんまに体力落ちてる。びっくりする。ゆみさん優しいですよ。私いつもね、ゆみさんと公演出たりとか、この間のむちゃくせ公演の時もそうなんですけど、おばあちゃんなり始めたらゆみさんに頭撫でてもらうのが、ゆみさんと公演出る時の日課なんです。公演の最後手広げて何してたの？何してたっけ？なんかそんなんしたっけ。やばい、記憶ない。やばいやばいやばい、記憶ない。なんかしましたっけ。でも今日あれ、俺ら始まる前のこのエンジンの時、気合根性感謝のを言ってる最中、ずっとゆみさんと目合ってずっと目合ってました。ずっと目当てニコニコってしてニコニコニコってしてたゆみさんと。でもゆみさんもね、愛花の扱いがそんなに丁寧じゃないんですよ。先輩みんなそう。そう、なんかニヤニヤしてるなと思ってた。そう、ゆみさんと目合ってたんです、ずっと。みんなね、ピに扱い丁寧な人いてない。あ、ピロ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 やす。ピロピロはかわい、なんかうん、ピロピロは誰にでも優しいわ。もうかみんな雑いよね。ハッシュタグなぜなのか。
バカニャンはツンデレです。あ、ミキさん優しいわ。ミキさん優しいです。ミキさんは優しい。やば、50分やってる。55分になったらランキング見ますね。そう、今日あのレオパーデさんのアンコールの、アンコールからのあの何だっけ、アンコールからの衣装をあのいつもと違ったんですよ。いつもとって言ってもレオパーデさんアンコールから出るとあの2回吐き吐き、いつもはその大阪の違うナンバトルの時もあのレオパージュさんの今までのアンコールの衣装と一緒やった、一緒のあの赤黄色のスカートのねやつを着させていただいてたんですけど、今まで今日は違って水色のズボンタイプのやつをね着させていただいたんですけど、今日は名前はちょっと伏せますね。なんかちょっと書かれたりすると嫌やから、恥ずかしいから。名前はちょっと伏せますけど、あの方がレオパージュさんに出てた時に着てはった衣装を着させていただいたんです。今日は名前は言いません。なんかその嫌や言われたら恥ずかしいから嫌や。わかる人いてますか？あの方がレオパージュさんに出てた時に着てはった衣装、今回今日着させていただいたんですよ。ツイッターにも載せたんですけど写真。わかる人いてますか？初めてあの衣装でズボンのやつ。分かってますね皆さん、さすが。そう、今日はその衣装を着させていただいたんです。ありがたい、嬉しい。水色珍しいですよね。アイカが青系着るの、衣装でだいたいピンクか黄色かそういう感じの色やから。嬉しいですね。衣装さん優しい、ありがとうございます。衣装さんわざわざ、ね、水色着てるのあまり見たことない。ほんまにそう、ピンクか黄色が多いですよね基本。ピンクが一番多いかな、その次ぐらいに黄色が多い。黄色は金またやからっていうのあるけど、水色に合ってた、ほんまに嬉しい。お、55分や。
じゃあランキングを見ますね。13位の方からランキング見ます。13位かほさん、ありがとうございます。12位ぬいさん、ありがとうございます。11位としくん、ありがとうございます。10位野原しんのすけのすけさん、ありがとうございます。9位ひろきさん、ありがとうございます。8位ゆきまこさん、ありがとうございます。7位フローインベインさん、ありがとうございます。6位気象予報士バタヤンさん、ありがとうございます。5位しんちゃんさん、ありがとうございます。4位みものさん、ありがとうございます。3位トムさん、ありがとうございます。2位まひるん、ありがとうございます。そして1位がピアちゃんさん、ありがとうございます。ついてきたついてきた、ありがとうございます。よいしょ。今落ちって言ったな。落ちって言ったな。まだやってんねん。やってたか。やってたわ。今日のさつきさん落ち着いてるね。いつもどんな感じ？逆に。わからへん。情緒不安定。皆さん DMM もあるのでぜひよければアンコールからの衣装も注目して見返してみてください。時々荒ぶってる、失礼な。まあね、もうなんていうんですか、あんまり名前は、あんまり名前は出さないようにしようって思ったんですよ。自分なりのけじめです。けじめ、区切り、なんの区切り、分からんけど。もうすぐ12時、あと2分や。え、名前を口にしたらあかんわけ、え、あかんのですか。名前自体は出していいと思うんですけど、まあそんなにめちゃくちゃ出すわけじゃなくなりますよね、さすがにね。じゃあそういうことで、ありがとうございました。うーわ、ランキング変わった、ごめんなさい。すいません、おやすみ、ありがとうございました。